こんにちは、ジェームズです。皆様に突然のご報告があります。私 YouTuber ジェームズは2023年12月31日までにニキビが全部治らなかったら YouTuber を引退します。速報です。え？ YouTuber ジェームズのニキビは現代の科学では治すことが不可能だと全世界の医者が発表しました。え？引退確定やんけ。続いてのニュースです。 YouTuber の桐崎英二が東京都内に引っ越しました。桐崎英二は動画内で全 YouTuber にこう伝えました。東京都内で桐崎英二とコラボしてくれる YouTuber は俺のインスタの DM まで来てください。来てね。桐崎英二へ10年間おかいいこと考えた。先ほどの言葉を訂正します。私 YouTuber ジェームズは2023年12月31日までに桐崎英二とコラボできなかったら YouTube を引退します。よし、早速桐崎英二に DM しよう。おい、ちょっと待てよ。桐崎英二コラボしたい YouTuber インスタに DM くださいとか言いよったくせに、去年の8月から何回 DM しても既読すらつかんやんけ。